こんにちは。日本までまた範囲戦打っております。打っております。研究争奪戦起こりました。上と差し馬。残り2つ。研究増やせば、次のランク、竜に行って、竜と陣の争いができるんで、まあそこがまずの、近々の目標です。自分が3茶でも相手を4茶にすれば、争奪戦には勝てますが、基本はまずトップ見て。中盤どうしようもないときは、まあ、順位より差し馬と。じゃあこれはちょっと、自敗重なってもう一回親のハイパイもらえれば、100点だなっていう、不格好です。もう苦し紛れのチートイツ、クイタンも、いますが絶対に追いつかない、スピード的に。トンでも重なってくれるとよっしゃ、トンはポンと。トンないとは、あとは全泣きなんで、スピードは追いつけそうですが、なんか、中途半端に、チートイツか。クイタンもちょっとだけ見てますね。ちょっと早すぎる。まあ、トン一局はみんな様子見なんで、ハイパイで勝負ってこないときは、まあまあ、トン一局なんで軽く、リーチもかけず、インフのみみたいな、上がりをされるんで、実際トン南戦の、まあ、雀荘とかでも、人と打つ麻雀でも、トン一局はなんか様子見であっさり流されるイメージは、あります。逆に自分も無意識で、まあまあ、トン一局だし、まあ、跳ねマン狙わなくても、まあまあ、満貫でいいや。生で満貫で、とりあえず一回上がっとくか、みたいな。トンクーならなおさら。なので、トンパツ親は、ちょっと好きじゃないっていう人は、結構いると思います。4割くらいはいるんじゃないかな。親は、ポン。トラ9万。ゴシャンテン。まあ、ローピンポンされてるし、ピンズの上使いづらいんで。差し馬の上がポン。逆ハイナン。一応シャンテン数進めてますけど、ちょっと首かしげながら。ただ一応よ、こいつに、ルーマンとかくっつけば、4面2、1ジャンと見えるんで、これで1面2、ルーソーで2面2、6、7、8で3面2。いやー、いらないハイヒーター。これはロンポン食らう可能性あるんで、ただ今クイタン狙ってるんで、ナンパスをこんだけ固めると、うわ、9万切りてー。ごめんなさい。あー、泣かれた。いや、9万切りたいが、ちょっと、リャウパスは切りたくない。こんだけ自分が抱えてると、大体みんなそこないので、こういう風に、6と4嫌ってきたり、結果、よしよしよし。クイタンは、9万は切るとローンってされるんで、リーチ、トラさん、シャンテン。数層ぶった切られてるんで、ソーズはウーパー層か6球層ぐらいしかないですね。ソーズ待ちでは。ちょっと待て。ちょっとチー層引くとまずいな。パー層出ていくぞ。ただ、ドラさんの手なんで。ちょっと待った。親の現物、親の現物。ユーピンの方がいい。ダブトンチューンで、ただでさえもうどんだけ安く見積もってもダブトンチューンなんで。ちょっとローソー切りたいな。スーパーワン引いたらローソー切りですね。よっしゃ、リーチ。上はおそらく9万短期とか9万待ちじゃないかなと。え？伏兵現る。か
完全に左もう視界に入っていなかったのに、そこがまさかの玉天の明本一通 E ペーコードライチ。トン3曲、ドラは3ワンになりました。プレイヤーは完全に全く見てなかったです。右のダブトンチューン、まあ、チッチオヤマン上の、まあ、ドラ9万を短期化シャボで使った8000。左の人やるなぁと、すごって感じです。まあ論敗つかまなかっただけ助かりました。トラは3万、スーパーピンをさっさと引けるかがこの手の勝負どころです。スーパーピン引くと話早いですね。あ、ここは差し馬の親なんで、ちょっとさらっと流したいですね。食いたん1000点みたいなそんな手を作りたい。当然上は差し馬と1000点差、またはトップ見える点数。うわ、失敗した。まあゴロチはちょっと見えますが、基本失敗してます。どんな上がりの形を思い描いているのか。スーパーピンをサクッと引けるか。右は親がなくて14000点、まあ普通に528000ぐらいを見ても手作りするしかないですね。どっちだ、正解はどっちだ。まあまあ、ローマン引いたときドラが3万なんで、ちょっとウーマンは切れなかったですね。まあ、ドラのローマン引くとゴロチだし、ただ、オーラスで、ちょっとトップ1万5000点差はトップきついですね。ハネマンツモ条件。それよりは2000点の差し馬に活動の方が、まだ、現実的ですが、何にも手格好手役見えないクソ手。取ってきた。まあ、ドラ1個つけてリーチドラ1、26でトップはなれないけど差し馬に勝つ。まあ狙うところはそんなもんしかないですね、この手格好では。なん赤1、なんドラ1、2000点上がって同点2茶。赤ウーピン欲しいです。当然上はもうトップ見ないで、はいペイのみ1000点と元気を1個いただきますだと思うんで、ペイないもう特急券ですね。あとは全部チーポンチーポンと。こっちはチートイツは狙いたくないが、ドラ1個引けばなんドラ1、2000点で、あとはもう泣き放題。上が泣いてんのに、こっち面前じゃスピード的に勝てないです。あ、一応はのシャンテンです。ちょっと待って、シーソーか。もうちょっとチートイツは狙いたくないと思っていたんですが、手が手なんで、もう固定で。おお、まさかの天敗。嘘は2枚切れ。待った。1600。リーチかけると残2。あ、リーボー出たんで2600です。チートイ1600とリーボーの1000点で、リーチかける必要なくなりました。ただ、普通に。あちゃー、これは強烈なツモ上がり。うまく打たれてしまいましたね。リーチ一発ツモチュンドラワンラン同点三茶かな。研究マイナス1です。上の人はナイスですね。上の人ナイスナイスと。あ、負けた。
せっかく来た勝負どころで4茶の言及マイナス1。2体です。これもとマージャン打って楽しい。いや、つまんない、つまんない。二度と顔出すな。4茶であと2つまで、初めてあと2つまで来たのに、まあこれがあるので言及争奪は難しい。覇王になって最初は3個4個増えてったんですが、その後10個ぐらい失って降格ギリギリまで来たので、必ずしも勝負場が来たので勝てる保証はないです。上の人もやっぱ勝つためにやってるんで、ちょっと上がれずあんな点差なんで、この負けはちょっと不完全燃焼。まあ最後天敗までいけたのはまだ良かったなとは思いますが、悔しい記録を言ってしまいました。今回も見てくれてありがとうございます。早く次のランク行って、なんか色が違う言及を争うと、まあ竜と陣のランクの言及を争うので、そこまでまず行って、そこからまた次のランクはどうこうみたいな話をしたいと目標を立てて言っております。今回も見てくれてどうもありがとうございました。